都踊りの総踊り、揃いの衣装をまとった芸技、芸妓、舞妓2十名が内輪を手に一斉に踊る都踊りは、毎年4月1日から30日にかけて、京都の祇園工部かぶれんじで開催される、祇園工部の舞踊公演。都踊りの原型と言われる伊勢古市の、伊勢音度総踊り。1847-52年頃、歌川さだひでが、伊勢音度ザクラブスマ。1872年。 京都で初めて博覧会が開催された時、その余興として、番亭の杉浦次郎衛門と、異常流家元の井上八千代が企画したのが初めである。時の京都府知事、牧村正直が作詞を、当時新進であった異常流家元、井上八千代が、伊勢古市の亀の子踊りを参考に振り付けを担当した。舞台まで、両側の花道がしつらえ、今までの舞台とは一味違う革新的で、 花道からお揃いの衣装をつけた踊り子たちが登場して観客を驚かせた。以来、歌舞伎や源氏物語などを題材にして、明治以来のスタイルを踏襲しながらその年の絵とや話題にちなみ、新たなる思考で上演され続けている。舞妓たちによる演奏見や小踊りは原則として、総踊り形式で一貫し、京都の名所などを長唄などで紹介しながら踊り、 明治以来その形式で踏襲されている。最初の場面は、井上流の故事にちなみ銀ブスマを貼り詰められた舞台から始まる。大正天皇即一記念公演から、別踊りという中ハサミの場面が加わり、さらに内容も増し、主に歌舞伎や文学、逸話などを取り入れ10分間で踊りながら、物語の内容を説明をする。毎年、都踊りの作家らがマンネリを恐れ、 それに悩ませながら制作し、振り付、け、音楽、美術などの打ち合わせを重ねて、来年の春までに準備を続けている。お茶席祇園工部かぶれん京都市東山区八坂かぶじ非京都市東山区、上演前、祇園工部かぶれんの2階で、お茶席が設けられる。1日交代制で転茶をする芸儀は、京風の島田曲げを地下でゆい、襟を裏返す黒門付けの清掃姿で登場する。 控えは、舞妓が担当をする。時代によっては舞妓、当時後部にいた太夫が天茶を担当したり、複数の芸儀が時間によって交代することがあった。また現在、控えの舞妓は一人だが、控えの舞妓が二人であった時代もあった。天茶の形式は、従来の形式ではなく、律令式というスタイルでこれは、外国人を接待するために、裏千家により考案されたもので、最初は、 屋外で設置されていた、カブレン城が完成するとそこに移し現在に至る。2019年、南座施設内の都合で、お茶席は設けなかった。都踊りと日本映画の関係は古く、その歴史は活動写真時代に遡る。小畜映画の基礎を築いた、名所長、名監督である野村カ織亭は、祇園都踊り初期の舞台背景に携わった画家だった。 片岡智恵蔵プロダクションの美術で働いた平松千恵吉。日活で美術を担当した角井海一郎も、かつては都を踊りの背景を描いた人たちだった。ありがとうございます。